お帰りなさい。ただいま。早かったですね。でしょ、だってさっきから、あ、そう、だってさっきから2分後だもん。前回から2分後だもん。2038年11月5日。あ、カーラー、もう一番好き。もうわかる、美人な時点で一番好き。ただこの男絶対もうわかる、もう見てわかる、やばいやつ、やばいやつですこいつは。あーあーあーああもうガタイがいい。これね、人2人は殺してますね。殺してるね、これはやばいね。開けようか。美人。でもこのカーラー壊れたって言ったよね。で修理出して治ったって言ったよね。トットについていく。トット、やだ、すごい見てくる。ほら来い。あ、すいません、はいはい、すいません、はい。ちょっとなんかあんまり魚でしたら、なんかぶん殴られそうなんだよ。お前絶対 DV する立場やろ。お前絶対うちのカーラー、うちのカーラー絶対にぶん殴ったやろ。いなかったせいで家は荒れ放題だ。え、とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたかあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、課金ちょいの。あ、怖い怖い怖い、やだ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 。そこにいたか。やだ。こいつはアリス、面倒見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。わかりました。あー、アリス。アリス。俺も、あ、もう無理かもしれない。俺も可愛い、なんかああいうさ、まだ幼少期ってかちっちゃい女の子とかも、もう守ってやりたくなっちゃって。別にロリコンとかそういうことじゃないよ。本当に心の底から守ってやりたいんですよ、ああいう子。なんかもう、本当にすくすくと平和に育ってほしい。俺絶対ダメ。俺絶対さ、俺娘、できたら俺も溺愛しちゃう。もう無理よ。絶対にさ、ほら、大学生とかさ、なってからさ、チャラチャラしたやつ、チャラチャラした金髪でピアス開けたやつが、チーッスよ、彼氏でーす、みたいな。お前もうぶん殴るね。包丁で軽く2、3回目刺すね。俺も無理、そんぐらい溺愛しちゃう。でもね、そんなパパうざいと思われるんやろうな。早く門限とか作ったらうざいと思われるんやろうな。でもね、わかる。今になってわかる。それほど大事なんすよ。平和に育ってほしいんす、俺は。めっちゃわかる。何俺こんな喋っとん。あー、アリス。どうしたアリシュ？アリシュ？アリシュ？どうしたアリシュ？喋るアリス？アリス、めっちゃ拒絶するやん、お前。はい。どうした？何の電話？何の電話やろね。アリス。アリス？かわいい。うわ、超かわいい。何の喋り、かわいい。あとで一緒遊ぼうな。カーラスタイルお前いいな。めちゃめちゃいいやねんか、カーラ。何の会話。お前ピザ食いすぎやろ。お前ピザ食いすぎなことある。こんな食う。食洗機故障中なんでや。はい、部品が不足。発注す、え、勝手に発注すんの、お前金は怒られないそれ。皿が溜まりすぎや。あ、いいね、ちゃんと使うよね。はい、なんこれ、こう、あ、こうか。うわ、そのコントローラー動かすのもあるんや。それはわからん。やばい、これむずい、これむずい、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 これ。うわ、こんな操作急に来たら怖いで。同じ皿しか使わんな。ゴシゴシしてね。あ、めっちゃ見てくる。アリシュー、アリシュー、心開いてない。うわ、いい笑顔。でもその笑顔も多分プログラミングされた笑顔なんやろうね。多分そういう風にできとんやろうね。子供を見ると子供用のその微笑み方とかあるんやろうね。カーラ、はい、トット、ミロ持ってこい。怖いって。ただいま。怖いって。どうした。分かった分かった分かったから。なんね、ビールと何、お前何食ってるお前。なんだ、とっと怖い、とっと怖い。なかなかあげんかった。いやでもそんなのちょっと怖い。俺そんなのしてからなんか逆にアリスになんかあったら嫌やし。片付けたいですけど、片付けていいですかね。すいません、片付けますね。ゴミをゴミ箱にしてる。ちょっと、はい、
ゴミ箱持ってこよう。あ、でも邪魔とか言われる？邪魔とか言われるかな？怖い。そんなこと言うなよ。そんなこと言うなよ、お前。ゴミ箱どこやって？あった。ちっちゃいゴミ箱じゃない？え、怒られん？目の前でゴミ片付けて、邪魔だてめえとか言って、ぶん殴られん？大丈夫かな？すごい心配。分別しない？ゴミはあんま分別しないタイプ？分別しないタイプかな？まあいいけどさ、別にいいんだけど。多分分からん。アメリカではそうかもしれんからね。さあ、あとは？え、テーブル大丈夫？失礼します。前の方失礼しますね。すいませんね。テレビ邪魔っすよね。すいません。失礼しますね。オッケー。危ない。これさ、一応機械なわけやん。肌とか、本当に人間の肌っぽいんかな？それともさすがにそれは、なんてプラスチックじゃないけど、そんな感じなのかな？力持ち。あ、かわいい。なんでそんな怯えた顔しとん？泣きそうじゃん。俺も私さ、もうこういうことかも見たらさ、もう応援したいことかはさ、もう俺一生、俺もう人生何でもかける。何でもかけるから、それぐらいね、ちゃんともうやりたいんですよ、いろいろ。うわ、いろんな銀行から催促の電話来てんな。うわ、アプリケーション。なこれ。あー、クレジットカードの申請通ってね、こいつ。おい。お前、支払え、ちゃんと。いや、俺もああいう子見るとさ、もう本当に、すべてをかけて守りたくなるんですよ。もう、自分のもう人生とかもね、あの、暇な時間とかそんなんどうでもいい。全部その、ね、なんて捧げたいって言ったら大げさやけど、その子のために何でもしたくなっちゃうんですよ、ほんと。わかる？これ。わかるかな？なんかね、ほんとにありますね、ほんとに。結構さ、だからなんていう？まあわからん。もしかしたらさ、なんかすごい嫌な、なんかいいよね。どうした？何？どうしたん？どうした？トトどうした？あ、え？あ、あー！やー！あー！これ見ちゃいけん、あ、あー。鼻から吸引タイプや。あ、あ、あー。おー、あ。もだえんなって。行っちゃってる。今話しかけたらやばい？え、すいません。え、ちょっと待って。え、じゃあ男雇えばよかったんじゃないですか。なんで女の子にしたんですか？1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。あ、すいません。はい、すいません。はい。すいません。いや、意外とここでまだ見てないとこあるんちゃいます？これ何？あ、本がある。アリス、どうしたの？喋ろうぜ、アリス。まあね、まだね。ゆっくり心開こうね。かわいい人形ね。名前は？ちょ、お前、後ろでもだえんな。おい、後ろで行くな、後ろで。やめろって。俺今、アリスの時間を楽しみてんだよ。おい、お前、おい。やめろ、あいつやべえって。オールスポーツアンドロイド、なんかあいつ、え、これ何？1ページ目、すいません。お、すごっ。今シーズン大俺こういうの全部読んでいい？見たいんですよ。あの、世界観楽しみたいってさ。アンドロイドの投手が193キロの壁突破した。え、人間の打者はボールがミットに収まった時スイングを始めることすらできなかった。各球団1体のみ導入可能と定められたアンドロイドは早くもチームの戦略を左右する存在となりつつある。 MLB の主要球団は最新モデルのアンドロイドを入団させるためにドラフトでの契約金最高額を毎年更新しているが、試合に影響はないのだろうか。それはおもろいのか、アンドロイドを使ったのって。それはもうアンドロイドのスポーツが良くない？その人間は無理なんやけさ、なんかそれはむずいて。同時にホームランを発行するジェリー・ウォールフィールドはファンは幻滅しつつあると主張している。スポーツの魅力は人間の能力を限界を観戦できるところにあるんだ。機械が新記録を作ったって全然興奮しないし驚きもしない。間違いねえ。正反対の意見もある。
投手出身の野球評論家クリス・ファン・レックスはアンドルーデの登場によって試合が面白かったと考えている。レノックスの意見はこうだ。機械によっていろいろな変化が起こり、選手もさらにパフォーマンスを高めようと必死になる。まあね、進化しなければ滅ぶだけだ。まあ一理ある。いこい、トット大陸横断。やばい、行くな行くな、トットがまた行く。やめろやめろ。輸送革命に揺れるカリフォルニア、機体の新輸送機関サブチューブが今日初運行を無事に行った。マンハッタンからロサンゼルスまで空の旅でも5時間半かかる距離をなんと2時間、おすげえ、未満に到達したのだ。その秘密は減圧室内を移動していること。自家モーターの摩擦をほぼゼロにした。はあ、なるほどね、スピードめっちゃ出ると。なるほど、これが今するのはニューヨークでの長時間勤務を終えたこと、あと太平洋側の自宅で優雅なひとときを過ごすことも夢ではないということ。おしゃれな分だね。これはカリフォルニアの不動産市場にとって天下の助け。郊外の不動産価格は 64% 急騰。すっごい。ロサンゼルスの不動産業者はジャッキー・ローは語る。はいはい、特にニューヨークからの引き合いが強い。ニューヨークの給与でロサンゼルスの生活を楽しむチャンスを逃すまい。確かに。すげえな、それ。激変の波に襲われたのは不動産業界だけど、保育所には空きがなくなり、郊外の購買でニューヨークマニアを期待して価格を釣り上げている。うわ、きつっ。地元住民からするとちょっときついよね、急に物価上がってね。まずはデトロイトに仕事を奪われて、今度はニューヨークに家まで奪われるのか。うわ、きつっ。弱肉強食すぎるって、アメリカ。資本主義、圧倒的。アリス、お前、もう一回喋らん？アリス。アリス。アリス、俺と会話した方が絶対楽しいと思うよ。俺が楽しめしてやるよ。あいつ、いつまですっとね。ずっと吸ってやがる。あ、こっちベランダ行けんじゃね？行くな、行くな。やめろ。おい、やべ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 。あいつ、すぐ行く。すぐ行っちゃってる。なんこれ。あ、掃除ね。でもこれ今することはなさそうじゃない？なさそうね。2回行こっか。すいません。すいません。2回行きますね。すいません。すいません。2回行きますね。すいません。こっち行きましょうか。はい。2階の掃除をしようか。しっかり一段一段歩くスタイルね。いいね。いいっす。歩くスタイル。めっちゃ散らかってるね。これ絶対アリスが散らかしたやろ。トット怒られん、今の。その階段で。でもあんまトット2階とか行かんさいけどね。ここは行ける？ここ行けない。行けないね。あ、ここしか行けん。ここ行こっか。あ、でもこっちも空いてる。まずこっちから行く？お風呂場か。なにここ？なにここ？ちょ、片付けよう、片付けよう。はい、片付けて。しまっただけで大丈夫かそれ。ああ、そういう洗剤も立てて。別に立てるのよくねえか、風呂入るときにすりゃよくねえ。そうでもない。ああ、美人やね。スタイルもいいですわ。美人さんですわ、カーラさん。おい、いいですね。まあ、お風呂場もすることないって感じだ。あ、あるね。お掃除しろと。しゃあねえな。ちゃんとモップをかけてね。あ、これ。あ、キュッキュッキュッ。キュッ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 キュむずキュッキュむずキュッキュむずめっちゃキュッキュむずキュッキュむずキュッキュキュッ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 して、わ、いいね、ちゃんと綺麗にね、いいね、いい掃除や。はい。で、あ、子供部屋やね、これ見て見て。あ、こっち見、あ、こっち見なんでいいよ、あんたじゃない見るのは。開けよっか。失礼しまーす。あら、いい子供部屋。アリスの部屋片付けよっか。なんか、換気 C の、はっ！操作むずいな。何？何今の？はい。わっ！わっ、ちょっとベッドメイキング。わっ、これは一流の帝国ホテルでもびっくりなベッドメイキングですね。あ、なんかある。トレジャー。アリスズ？アリストレジャー。宝物か、アリスの。鍵かかったのかい。鍵かかっとるんか。じゃあ何もない感じ。他はこういうとこも入れんのか。何もないか。トットの部屋片付けよっか。じゃあそれなら、はーい、戻りまーす。こっち、あ、こっち部屋空いてる。汚ねえな、汚ねえて。え、汚な、え、汚な、
大丈夫それ。換気して、あ、よいしょと。はいはいはい。で、多分することいっぱいあるな。片付けよっか。うわお前、また請求書来とる。あー、どうした？手に取る。はい。どうした？なんて書いとる？見えん。チャイルド？チャイルドって書いてた。なんだ？なんか、でも表紙子供っぽかったよね。なんか、どうした？それではスポーツです。はい。まずはバスケットボール。俺、こういうの全部見ちゃう。デトロイトのサイバーライフアリーナで、ギアーズがデンバーとの大事な一戦を控える中、はい。現在も引き続き、アンドロイド選手の参加を認めるか否かのリーグ交渉が行われて、認めんなってそんな。この変更により、試合がさらに盛り上がるのではという期待もあるものの、人間の選手が廃れてしまう可能性も拭いきれません。人間勝てんって、アンドロイドには。各チームに特化したモデルを一体ずつ実験的に参加させる意欲があると表明しています。選手の練習やコーチへの技術指導におけるアンドロイドの起用は2035年から行われていますが、アンドロイドの競技への参加は認められていないのが現状です。まあそりゃそうやな。え、めってな、面白い。すごいアニメ。これごめん、これより全部見たくなっちゃう。ごめんね、見たくなんか飛ばして。なんかごめんね、あの、私効率とか求めないんですよ。俺こういうのちゃんと作品は全部見たい派なんですよ。でもなんかアンドロイドが生活の一部だよね、完全に。当たり前となってんだな。え、何だよ、やばいやばい。むしろ普通にこのアニメ気になる。え、めっちゃ気にならん、このアニメ。見入っちゃうな。これアニメ見入っちゃうよ。はあ。お、どうした？急に。急に真面目な話。ちょっと多いね、撮影。急に、あ、いた！待って、ごめんなさい。いろいろ倒れた。え、急にリアルな映像来るやん。うん。これもアンドロイドおるんかな？どうなんやろ？おるアンドロイド。でもおるんじゃない？どっかおりそうやけどね。そういうわけでもないか。やべえ、一生終わらん。これ全部見れる。俺こういう政治情勢好きなんすよ。はい。戦闘部隊。あ、消えちゃった。やべ、全部見ました。全部見た人おる？でも俺見ちゃくなっちゃう、こういうの。こういうの見ちゃくなっちゃうんですよ。すいませんね。見たくなるやん、こういう。もうだって制作人がこうやってさ、作っとるんだから全部作りたくなるのが筋ともいい。アリス？アリッシュ？そしたらアリッシュ。でももうちょっと片付けよう。もうちょっと片付けんって怒られそう。怒られそうなんですよ。ここもね、片付けよう。お菓子が散らかっちゃう。酒飲むね。カーラもびっくりよ。何あの緑の。うわ、酒ばっか飲んでんね。これ原液で飲んでんだろうな。割ってねえんだろうな。散らかりすぎて。でもここまで散らかるって、なんかあったっぽいけどね。やっぱ薬に頼ってるっていうのもね。やべえやべえ、読むのが終わらん。これやばいな。アンドロイドキュービー、ごめんね、こういうの嫌やったら飛ばして。アンドロイドキュービー、サイバーライフ社が作るアンドロイドキュービーの実力。アメリカンフットボール界はアンドロイド選手に対抗してきた。アメリカンフットボールは人間のみで行われる数少ない競技の一つだ。だがついに変わる時が来たのかもしれない。サイバーライフは先日技術デモとして、エンドゾーンからエンドゾーンまでボールを投げて、6インチのターゲットに命中させるクォーターバック用アンドロイドを公開した。はい。このモデルは、ハンドオフの基本的なプレイヤーはもちろん、状況に合わせて1500以上のプレイを行うことができる。すごすぎ。すごいね。先日デトロイトで開催された、なんか、はい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 、公開されてた、サイバーライフの最新技術に歓喜するファンがいる中、反アンドロイドファン団体の創設者、ロイ・ケンストーンの 見方は異なる。サイバーライフはこのデモンストレーションが何につながるのかよくわかっているはずだ。他の業界同様にスポーツまで歪みようとしているんだ。まあ、言わんとしていることはわかる。一方で、アンドロイドには時間の問題だという意見もある。バスケットボールと野球ではすでにアンドロイドは活躍しており、LED がある QB の
当初もアクオタばっか、まあ遠くないと。まあね、でもなんか俺もちょっと反対けどね、命の値段急にどうした、急に重、あ、これアンドロイド関係ないですね。この時の生活か。自動運転車は事故予測する搭載されたコンピューターが、例えば2人いる歩行者のどちらにぶつかるべきかといった生命に関わる決断を下す、やばとか決断に至るまでの正確なプロセスはあまりよく理解されてない。そのような状況下では車の画像システムが瞬時にデータを集め、歩行者の年齢、性別、平均寿命などを測定します。え、やば、え命にとやっぱ平等じゃないと価値が出てくると。このデータが公的記録と介して解析され、配偶者の有無や雇用記録、平均寿命や子供の有無が判定される。その後、社会貢献度などの判断基準をもとに犠牲になる可能性のある人それぞれの価値に査定する。医師や看護師など人命救助に関わる人を最優先してますと、フォロー者は付け加えた。うわぁ、でも正直俺賛成かなと思うよ。まあ、命は平等っていうのはまあ、言ってしまえば綺麗事。まあ、これあくまで俺の意見ね。私の感想なんですけど、まあ、綺麗事っていうか、でもやっぱり命に価値だった違いはあるとは思うんですよね。だからって殺していいとかそんなんではないけど、こういったもう絶対どっちか死んじゃうみたいなトロッコ問題と一緒よね。な時は、こうやってまあ差をつけるのはしょうがないのかなと思うけどね。この説明非常に妥当なように見える。まあ、倫理には反するかもしれないけど。だが、反自動化同盟代表さんは、システムにそのような決定を下す権利はないとし、犯罪歴があるからといってその人の命の価値が医者よりも低いとは必ずしも言えない。まあね。だがフォーロング氏はそのような主張を一蹴する。我々願いは車が最良の選択することであり、それは車が集める最大限の情報をもとになされてます。まあ俺は正直賛成ではある。命っていうのはね、しょうがないとこもあるとは俺は思います。あ、なんかまだある。ギターちゃんと直せよ、お前。楽器を大切にしろ。吹奏楽部やったから、私、そういうの厳しいぞ。読んだ。ごめん。それはごめん。俺は読んだ。それ読んだ。戻ろう。さあ、アリスいたから、ちょっとアリスと喋りたいんだよな。あ、なに？うわお！すいません。怖い。このそういうの怖い。急にやめて、ぶん殴らんでね。おい、トイレしたばっか、くせえだろ、絶対。すごい、しっかり洗う。あ。くっさって思ったね、今。こいつくっさって顔しとるわ。ちょっともう一回入ろう。コンコン。アリシュー？あ、ごめんね、急に。ノックしろや。から。それビビるて。見てん、この絵。この一枚の絵。犯人。これ犯人です、これ。犯人やん、ここのポジション。怖いて。まあ、アリスに話しかけようや。あ、何難しそう。アリス。In Wonderland。 不思議の国のアリス。そうよね。え、アリス、こいつちょろいぞ。もう親密になっちゃった。え、ちょろ。大丈夫それ。アリス、騙されるよ。お前、なんか壺とか怪しい壺とかなんか、ダメよ。そういう運用投資とかなんかそんな怪しいやつに引っかかんないよ、お前。こんにちは。アリスの情報を聞きたい。あなたのことを教えてくれれば面倒も見やすくなるわ。カーラの名前。あ、お母さん。え、でもお母さん聞くのなんかちょっと怖くない？あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？ちょっと母親、俺はまあちょっとこういうのとこで聞きたくないな。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか。私に教えてくれない？いや、母親聞きたくないな。無口なのね。怖がらないで。あ、行っちゃった。どうした？行っちゃった。何？え？どうした？どうした？アリス、アリス、行っちゃった。まあ、でも母親のとこはあんま声の聞くのもちょっとね、察しろよって感じよね。でもこれやっぱ人間性出るやろうな。別にまあ俺は母親のこと聞きたくないって思っただけで、別に聞いた人が悪いわけじゃないしね。デリカシーないとかそんなんじゃないけど、人によってやっぱ全部選択肢ちょっとずつ変わるんやろうな。お前そこまたぐなら拾え、本ぐらい。開けようぜ。ガチャリ。
うわ。四つ葉のクローバー。うわー、そしてこれトットだよな、お父さん、お母さん、多分そういうことよね。いや、わからんな。ちょっと、もしかしたら亡くなったかもしれんし、離婚しちゃったのかもしれんけど、見て、この時のトットさ、いいパパって感じやん。まあ、多分それでなんかちょっとずつ心が壊れていったんかなって思う。見てん、このアリスの可愛い顔。アリス？まあ、アリスか。いや、一瞬、うんと思ったけど、まあ、アリスだよな、これは。てか、アリスじゃないとおかしいもんな。可愛いな。うわー、いい写真。で、これをアリスが宝物にしてるってのもね、いい家族やったんやろうな。はい、出ました。はい、出ました。やってられません。一番嫌いです、これが。本当に良くない、こういうの。本当に良くない、こういうの。あー、もうこれもアリスとトットやねえか、お前。アリス、なんでお前髪黒やねん、お前。ジャパニーズやめろ。あ、来たか。あ、うん、カーラだよな。それもともとカーラおったもんな。カーラが、カーラ？よし、逃げよう、カーラ。今すぐ逃げよう、カーラ。これはまずい。やばいやばいやばい。これ、まずい、これカーラ。逃げよう。すぐ逃げよう。これ見たのバレたらあかん。焦よう。これ、こめかみが基本青なのが正常なんかな。赤とかがちょっと命の危機感じとうみたいな感じなんかな。ちょっとそんな感じするよね。会いたくね。逃げようぜ、トット。トットから逃げようや。でも、どんなやつでもいいとこあるんだよな。それはわかる。で、多分、まあ、薬、ちょっとなんか、この弱い時に、精神壊れ出した時に、薬に溺れちゃって、お酒に溺れちゃって、娘とか彼に手出しちゃったと。でも、俺は同情の余地ないからな。手出した時点でアウトやけな。やばい、逃げろ、アリス。あ、遊んでるの？やばい。遊んでる？お前、手出すなよ、お前、絶対に。こう思ってんだろ。お前、子供だけは絶対やめろ。親父はクズだって。クズじゃん。仕事もねえ。ああ。会社もねえ、負け犬だってな。その通りやん。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でも、どんなに努力しても、いつだって誰かが邪魔すんねえ。待て待て待て、おいおい、やめろ、お前、マジやめろって、おい。おい、やめろ。おい、やめろ。それは違う。にくいんだろ。やめろ。おい、泣いちゃったやん、お前。おい。俺は何してんだ。ごめんよ、アリス。許してくれ。いや、お前に泣く権利ねえからな。父さんもお前を愛してる。わかってるだろ。いや、きついて。めちゃめちゃきついて、これ。心苦しい。心苦しいて。